便。IT 化が進む現代においても、所定の物品を国内外へ送達する、重要な通信制度。拳銃。片手で射撃するためにデザインされ、弾丸を発射できる、殺傷能力のある火器。一見、相関性のないこの二つの単語。実は、日本においては意外と深い関係性があったりするのです。今回は、そんなお話。日本で初めて拳銃の携帯が許可された、とある職業のちょっとしたお話です。国営の事業として郵便制度が発足されたのは、1871年のこと。従来は飛脚問屋により管理、輸送されていた各文書は、この日を境に、国の管理へと切り替わっていきました。明治維新により、江戸幕府に代わる新政府として、明治政府が発足された1868年。政府は日本の近代化のため、海外の制度や様々な技術を、次々に導入していました。そんな様々な改革を行う政府の官僚を務めていたのは、前島密という人物。彼は東京、京都、大阪間の公文書のやり取りの際、飛脚問屋に2500両もの大金を毎月支払っていることに疑問を抱きました。イギリスなどの先進諸国では、国による通信の制度がすでに確立されており、誰でも手軽に、そして安価に、迅速に配達されるシステムを利用できたのです。前島は、財源を圧迫する飛脚費用について、こう考えました。この1500両を財源として、国が通信事業を担えるのではないかと。こうして始まった国営事業が、郵便制度です。国営になることにより、東京、京都、大阪間の郵便取扱所で仕組み化されたこのシステムは、従来の飛脚が144時間で書状を配送していたものを、78時間で配送できるまでに、最適化されました。その後、1873年には全国約1100カ所の名所が郵便取扱所を開拓し、郵便制度は、全国に拡大することとなったのです。ちなみに、飛脚として自身の足や馬で輸送を担っていた人材は、郵便配達員として、その多くが転職することになったそうです。しかし、郵便制度が開始されたのは明治初期であり、多くの武士が失職し、身分、収入を奪われる、混乱の時代でもありました。自身の生きる糧を失った者たちによる反政府活動で、社会不安が募る中、徒歩で国営事業である郵便配達を行う配達員は、襲撃の対象となってしまったのです。政治的な公文書も、郵便により配送されていたため、通信の妨害や、窃盗を目的とした襲撃。また、国営事業ということで、金品が奪えるかもしれないという噂が立ったからか、金品目的の郵便物強盗も、多発していたようです。実際のところ、正式に現金郵送がスタートしたのは、1871年。一部区間で、貨幣を入れた書状の特別取扱いが開始されました。それ以前でも、こっそりと現金郵送を行う人はいたわけですから、強盗の発生も、必然的だったのでしょう。この強盗被害に業を煮やした明治政府は、ついにある規則を設けました。それが、単銃取扱規則。この規則により、郵便配達員は一丁の拳銃を持つことを、特別に許可されたのです。しかしながら、いくら防衛の手段とはいえ、簡単に人を殺めることができる拳銃。その扱い、管理には、厳重な規定が定められていました。ここにいくつか紹介させていただきますが、暇な方は動画を止めて読んでみてください。ざっくりと説明すると、拳銃はよほどの危険が迫らない限り発砲してはならず、やむなく発砲した際は、その正当性を司法捜査レベルで厳しく点検される、というもの。国営事業として郵便が行われているわけですから、うっかり発砲で領民を巻き込んでしまうと、大問題になります。厳しくなるのも、当然と言えますね。ちなみに、当時は配達員が野山を足で駆けていたこともあり、イノシシや熊からの防衛手段としても、拳銃は期待されましたが、当時の法律により、拳銃による狩りが認められていなかったため、事後処理のことを考えると、発砲は非常に面倒となるので、そっちの方面では、あまり役に立たなかったそうです。その後、現金輸送の需要増加に伴い、金庫入り書状の額面が高額化したことにより、より抑止力となる、鉄砲の所持も認められることとなりました。これまでの単銃では、逃走する強盗犯を狙い撃つには不利だったため、郵便物保護銃規則により、ライフルなどの鉄砲を許可されたのです。余談となりますが、警察が正式に拳銃の携帯許可を出されたのは、1923年のこと。明治政府の廃刀令により、一部人間以外の帯刀を禁止されていたわけですが、警察の刀というのは、今でいう警察の拳銃のように、犯罪の抑止力として、目に見える効果があったのです。
公文書や金品だけでなく、人の思いを運び続けてきた、郵便。現代は、その多くが事務的な現物報告としての役割となってはいるのですが、手書きの文章という、言葉にできない感情を与えてくれるそれに代わる連絡手段が、何かしらの形で、残っていくと良いのですがね。それはきっと、とても面倒くさいものなのでしょうけど。今回は、このくらいで。また、何かしらの動画でお会いしましょう。